慶明寺慶明寺の一慶明寺は、中華人民共和国南京資源部区の鳥老山にある寺である。東信の栄光元年に創建される。南朝張の大通元年に同体寺と命名される。当時は、北への数物皇帝として知られる、武帝の捧ぐ仏活動の拠点となった、当時の都、建康の中心寺院である。すなわち、寮の宮城である、大城の北に位置する当時に向かい、 大津門を造営した。同大と、大通とは反語である。また同時に、大通への改元が行われた。こうして、同大寺と命名された年には、相続5万人余りを招いて四部武者大会が設けられた。また、武帝は、翌年には、当時において、捨て身を行い、美穂の奴となることを宣したが、皇太子と百官が、税に10億1万差しを供して、 武帝の身をあがなった。こうした捨て身がその後3度も行われた。また、その後も当時で水陸大会などの大法へが数字にわたって開催された。さらに仏教教理にも通じた武帝は当時において諸教典を公共している。中大通5年の半若行の公共は武者大会と併設されたため30万余の相続が参集したという。 民の後部20年に、慶明寺となる。1000年以上の歴史がある。南京有数の古寺である。周辺には大城、玄武湖、南京市人民政府がある。ありがとうございます。